私の大好きな古着屋さんで、1袋詰め放題で1000円のなんかめちゃくちゃ大きいイベントがあって、今からそれに向かいます。そのイベントがなんかめちゃくちゃ大きい大規模っぽいのでめっちゃ楽しみです。寒い、行ってきます。2 hours later.1つ目がノースフェイスの靴です。色が秋っぽくてめっちゃ可愛い。最後までなんか残ってたんですけど、多分サイズが小さいから残ってたのかなって思います。私の靴のサイズにぴったりだったのですごい嬉しかったです。ラッキーでした。2つ目がトミーのめちゃでかニットです。めっちゃ可愛くて入れたはいいんですけど、家に着いて見てみたらバカでかくてちょっと着れるか心配です。やっぱりでかいです。でもデザインが可愛いし、首のところがすごい可愛いから、なんかどうにかして着られないかと考えています。ボーイフレンドにあげようかなとも考えましたが、自分で着たすぎてどうにか着れる方法を考えます。絶対に着ます。3つ目がアメリカンイーグルのデニムです。このデニム小さくて私の足に合いそうって思ったらこのブランドだったので即入れました。なんか海外のデニムのサイズは私の足に全然合ってくれなくてちょっと悲しかったんですけど、これもねちょっと合わないんですけど無理やり履いてます。で3つ目がこのグリーンのロゴにグレーのセットです。めっちゃ可愛い。これは当たりだなって思って即入れました。ブランドを見たけどよくわかりません。あ、このフルーツのブランドでした。これはなんかいろんなどんなやつにも合いそうだなって思いました。ヘッドホンつけても可愛いし、こういうシンプルなやつこっちに来て全然買ってなかったのでグーです。続いて4つ目が水色のニットです。これもサイズは全然見てなくてボンボン入れ込んだんですけど、あの制限時間が15分だったので、これもバカでかいですね。なんか下にシャツとかちょっと見える系のやつを入れたら可愛いんじゃないかなと思っていますですけど、どうにか着たいなと思います。色がめっちゃ可愛いです。そしてこれがニットのジップパーカーです。これはめちゃくちゃ使えるなって思いました。私はパーカージップ系のやつをパッて着れるのですごい重宝してて、しかもすごく綺麗だったので嬉しいです。めっちゃ可愛い。これはこれもめっちゃデイリー使いしやすくて嬉しい。そしてこれ私が一番当たりだなって思った白ニットです。手のところについてるサインがめっちゃ可愛くて、さりげない感じでめちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。これはタンクトップです。もう脇の下のところが結構穴が大きく開いてたので夏にって感じです。次がめっちゃ最後になんか床に落ちていたパワーパフガールの多分枕カバーです。めっちゃ可愛いですよね。パワーパフガール大好きだから一
ちゃくちゃ嬉しかったです。あんまりなんでみんな取らなかったんだろうって思います。ラッキー。でクリスマスとかにぴったりのなんか赤のスカート、このブランディメルベルのやつにめっちゃ合います。でこのブランドここで初めて知ったんですけど、なんかスポーツっぽくてすごい可愛いです。このタンコイル系のタンクトップのワンピースは大好きだし、着回ししやすいからもう何個あってもいいってくらい買います。同じブランドで多分違うデザインのものをもう一個取りました。めっちゃ可愛いですこれ、お気に入りで。またこれが私の今回の大当たり商品。なんか横がクシュクシュってなってたり、紐のところがめっちゃ細くて、このバランスがめっちゃ可愛かったです。こういうレイヤード系のアイテムすごい大好きだから、もう見つけたんすって奪い取りました。めっちゃ可愛い。いろんな服下に着て着回ししたいです。でフリフリのブルーのスカートです。私はそう、はい、次アディダスのパンツです。シャカシャカパンツ、これもなんかサイドがこうやって開けれるようになっててめっちゃ可愛いなって思いました。紺とかすごい使いやすい色だから助かります。めちゃくちゃ当たりです。これはブラックのレザージャケットなんですけど、多分これもサイズが小さすぎてあまり人が選ばなかったのかなって思います。私でぴったりぐらいでした。海外ガールが街中ですごいレザージャケットを着てるのを見てすごい羨ましくて、いつも古着屋さんに行って自分に合う体に合うレザージャケットを探してたので、なんかすぐ見つけた割にはすごい可愛いなって思ったので嬉しいです。なんかクタッとしてるちょっとヴィンテージ感が可愛いです。イエローの帽子です。この帽子めっちゃ可愛くて、形が私の頭になんか合ってたので、あとデザインもすごい可愛かったしすぐ入れました。めっちゃ可愛い。でなんとバッグまで見つけました。バッグこれしか見つけなかったからとりあえず入れたんですけど、なんかすごい可愛いです。たくさんポケがついてるのこっちでたくさん見るんですけど可愛い。かっこよすぎるコーデが私の顔にあまり合わないから、こういうカラー系のものを入れて自分の好きな感じを出してます。そしてトミーのニットです。これはマジで可愛くて、次のあの動画にも多分着ると思う、聞いているんですけど、これも多少大きかったんですけど全然余裕で着ます。可愛い。で私の大好きなこのお気に入りの足のヘッドホンをつけました。当たり前に可愛い。このワインレッドみたいな秋にぴったりの赤の色がこっちの風景とかすっごい合うので、ブラウンとか暖色系を中心に今年の秋は集めてます。この動画のコメントやいいねとも待ってます。